マツくん、はい、恒例のキャンプの意気込みください。大丈夫です、秘密。ありがとうございます。来たねー。おはようございます。休みはリフレッシュできましたか？できました。チャラになりました。一日休んだら元に戻るんだね。いや、一日じゃ分かんないですけどね。おお、来た。こっち来る。暑い。あったかいっすね。暑いね。最高っす。17度って言ってた。いいね。脱いじゃん。汗かいて。脱いじゃん。てか、なんかすごいさ、なんか海外みたいなシュート練習。あ、帰ろう。おばあちゃんみたいな。染めたわけじゃないでしょ。染めてないですよ。すごい、なぜこのさ、ぼわってなっちゃうの。それは俺の試験室です。わかるよ。いますよね。これここからなんて言うの。赤。マジ明るかった。いや、染めたの。染めてないです。染めてない。染めたのは2ヶ月前です。少し量にさ、こうして開催させていただきます。ようこそ日大にお帰りいただきました。心より歓迎申し上げます。この日南キャンプで地元の美味しいものをたくさん食べていただき、トレーニングにもしっかりと励んでいただいて、再び J1 復帰をしていただけることを心から願っている次第でございます。グラウンドはもう本当にいい、素晴らしいピッチですし、天気も暖かくて、そして、ホテルに戻ってからの食事も非常に楽しみにしています。この感謝の気持ちをシーズン通して結果を出して J1 昇格という形で恩返しできるように、本業のピッチでのトレーニングの方をしっかりとやっていきたいと思います。ここのキャンプではさらに深めていくということと、そこのベースで少しイメージできた部分を、さらに積み上げていく、もっと深めていく、質をもっと上げていくと、チームとしてシーズンに向けて勝つためにやっぱやっていくと。いいキャンプ、これいい。 OK、 じゃあ元気でしょ。
初日からハードトレーニング疲れました。そうですね、けどまあすごく今日18度ぐらいあって暖かくて、4時からの練習だったんですけど、こう気候も暖かくて、みんなフィールドの選手も結構こうきついながらも楽しそうな声が聞こえてたので、まあキーパーも負けじと4人で頑張れたかなと思います。素晴らしいコメントもう疲れて、今酸素が、今日はサウナ、これからいや、今日飛行機の中でサウナの教科書っていう本を読んできたんで、こうしっかり今までの感覚だけじゃなくて、こう科学的にも理解してサウナに取り組みたいと思います。達也にも教えてあげてください。そうですね、教科書なんでみんなに多分いけるんで、まず岩竹にもう取られたんで順番に読んでいければいいかなと思います。お疲れでした。お疲れ様です、はい、そうですね、セレモニーの時も、はい、やってもらって監督もおっしゃってましたけど、やっぱり
た、ね、できるように、それが、日南市の人に少しでも気づけれればなと思います。きつそうなキーパー練習について感想を。初日から酸欠です。もう動けません。すごい止めてたね。いや全然です。取れるように蹴ってくれてるんですよ。2人が、まだ全然コンディション上がっていかないんで、しっかりコンディション整えて、開幕戦から本当メンバー絡んで試合出れるように頑張りたいと思います。頑張ります。